こんにちは。あのハンディクリーナーってありますよね。あの掃除機のちっちゃい版なんですけども、ああいうので車の清掃したりとかソファーの隙間とかをねこう掃除したりするんですけども、あれ買って失敗したって思うののナンバーワンがあれですよ、吸引力なんですよね。で、吸引力どのぐらい吸うかってことをあんまり考えずに買っちゃうと、なんだこれ全然吸わねえじゃんみたいなね。私ね、車載のハンディクリーナー500円のがあったんですけども、買ってみたら全然吸わないんですよ。で、全然ね吸わないんで使わなくなっちゃいますよね。で、コイン洗車とか行くとこうやって掃除機みたいなのがあるんで、あれでねビューッと吸うんですけども、すごく勢いがよくって、まあ、これいいなと思ったんですけども、5分で100円しますから、だいたい1回やるのに200円300円かかっちゃうんですよね。で、これからのことを考えたらハンディクリーナー買った方がいいかなと思ったんで買っちゃいました、こうやって。で、大事なのが、皆さんも買うときにね、これ4500円で買ったんですよ、メルカリで。新品だと5000円ぐらいするんですけども、まあメルカリでちょびっと安いんでメルカリにしたんですけども、これねパスカルっていうのがあるんですよ。パスカルっていうのが吸引力のパワーなんですけど、これね13キロパスカル1万3000パスカルなんですよね。1万を超えると結構な吸引力だっていう風に当たりをつけましたんで買ってみました。あ、ですからなんか5、6000パスカルだとねあんまり吸わない恐れがありますんでご用心ください。で、すごい吸引力ですよみたいなね、いいやつっていうのはハイパワーのやつは1万5000とか1万8000とかのパスカルらしいんですよ。まあこれ買ってみてどんなもんかね試してみますんで、これしかもねコードレスなんですよね。充電するとどんなもんが入ってるか見てみましょうか。でね、こういった台座があります。まあ多少安っぽいんですけども、で、これが本体ですね。で、こうやってビューッと吸うんでしょうね、きっとね。で、お手入れも簡単です。ちょっとまだやり方わかりませんけど、あとは掃除機の先っぽがこうやってついてて、こういうやつですよね、掃除しながらやるやつとか、こういうノズルだけのやつとかね、それから USB で充電のやつです。こういうのがついてます。あとは実際こうやって吸ってみないとわかんないんですけども、多分結構いけるんじゃないかなと思いますね、これね。これ使ってみますんで、皆さんもおすすめ VC1903 という型らしいです。まあ5000円ぐらいのやつから始めてみて、まあ2万3万みたいなのに挑戦かなってことですけども、大体これでいいんじゃないかなと思いますよね、うん、はい、ということでございました。